和佐貴代です。本日は七赤金星さんの2024年の運気についてお話をしていきたいと思います。この動画をご覧いただくと、七赤金星さんが2024年どのように開運していったらいいのか、また NG 行動などもご理解いただけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では、まず全体運からお伝えしたいと思います。3つのキーワードを使いながら解説をしていきたいと思います。まず1つ目のキーワードはチャレンジです。そして2つ目は心の葛藤、そして3つ目はイメージチェンジ。この3つを、解説していきたいと思います。ではまず、全体運からなんですけれども、2024年七赤金星さんは、動きは活発になってきます。とてもね、華やかさがあって人からもね、注目を浴びやすい時になるんですね。結構ね、人目を引くし目立つっていう存在になります。存在感が結構ね、皆さんに認識されるっていうことなんですよね。でその後の2025年というのは、今度ね、動きが止まってくる時なんですよね。だから今年本当に2024年のね、間に後悔のないように、本当にいろんなことに、チャレンジしていっていただきたい。すごく、エネルギー度が高くて活発に動ける時なので、このチャンスを使っていろいろ行動を起こしていっていただきたい時なんですね。で、身軽に動きやすいし、そして人からも、存在感を認められる時なので、結構動くことでチャンスがいっぱい出てくるんですよね。だからこそ実際ね、動いてほしいんですけど、動くことによって、その時その時、壁は出てくるんですね。物事が全部スムーズにいくかって言ったら、そういうわけではないんです。で、たくさんこうね、壁が出てきます。チャレンジしては壁が出てきて、チャレンジしては壁が出てきてみたいな感じなので、ちょっと聞いてみるとね、すごく嫌だなって思ったかもしれないんですけれど、人間の、人生のサイクルってね、本当にずっと右肩上がりっていうわけにもいかないし、もしね、ずっと平穏な日々が続いていたらどうなるかって言ったら、その平穏さが当たり前になって、どんどんね、望みが高くなって、ちょっとしたことでも嫌になったりするし、そしてね、みんな大変な時こそ成長するんですよね。で、人間は成長したい生き物なんです。だから、この成長のない人生って全然つまらないんですよね。だから、そのサイクルの中で必ず、成長ポイントになる時、活動的に動く時、停滞する時っていう、いろんなフェーズがあるんですね。で、2024年七赤金星さんにとっては、せっかくチャンスなので活発に動いていただきたい。で、その都度いろんな問題は起きてきます。なので、ちょっとね、心折れる時もあるかもしれないんですけど、止まるのはもったいない。とにかくね、動いてほしい時なんですね。で、そのどうやってそこの壁を乗り越えようかっていうところが成長のポイントになります。で、そのチャレンジする時なんですけれども、七赤金星さんも話術結構上手だったりだとか、あと頭もいい人なので、ちょっと小手先でね、いろいろかわすことができる、そういう力はあると思うんですけど、もう今年はね、ほんと正攻法、真正面からぶつかるっていう風にしてほしいんですね。で、そうすると物事うまく進まないかもしれないんだけど、それをどうやって乗り越えるのかって、チャレンジしていくことが成長の、ポイントなんですね。だから大変かもしれないけど、ぜひね、成長するために、真正面からぶつかって自分で解決していくっていう風にしてほしいんですね。そしてね、自分の行動が今年周りから本当によく見られてるんです。注目されてるんですね。だから自分がやった行動は結構みんなが見てます。だから見られていても問題がないように、恥ずかしくないような行動をしてほしいですし、後ろ指を刺されるようなことのないようにね、しっかりと、正攻法で行動していっていただきたいと思います。そしてね、
今まで何かこう先延ばしにしてたことをちょっとね保留してたこととか、もうめんどくさいからやりたくないなって思ってたことは、ぜひ今年の行動力が上がっている時にもう一度ねちょっと思い出して、取り組みをしていただきたいと思うんですよね。でまあ、めんどくさいっていう気持ちとやりたいっていう気持ちって結構ね拮抗すると思うんですね。でこの2つ目、心の葛藤というところでいくと、この変わりたい自分と、もうめんどくさい変わりたくないっていう自分が、心の中でやはり葛藤が起きてくるんですね。でその時にですね、注意していただきたいのは、自分がね今のこの視点で見ていると、ただめんどくさいやりたくないっていう気持ちの方が勝ってくると思うんです。ですが、未来こういう風になっていきたい、だからそのためにこれをやりたいってなった時に、どこから見るかって言ったら、その未来それを変えてる、まあ、自分を変えた時からですね、未来から自分を見てみると、すごく些細なことで悩んでいたり、なんか失敗したら恥ずかしいなとか、そういう視点で見ていると、いやそんなこと些細なことじゃない、もっとね、思い切ってやったらいいじゃないっていうふうに、未来の自分はきっと励ましてくれると思うんですよね。だから、視野を、まあ、広くするとか、視座を高くするっていうふうにしていただいて、ぜひね、今現在の自分だけで、決めるっていう風にしないでいただきたい。で、心の葛藤は起きてくるんだけど、しっかりと自分の未来から今の自分を励ましていってあげてほしいんですね。そして一つ、大切なことは、今の現在地を結構見誤ってる人って多いんですね。で、ご相談を受ける方とかで、ご相談内容を聞いてても、そもそもそれよりもっともっと前の状況を何とかしないといけないのに、こういうことで悩んでるんですって言った時に、いや、そもそももっと手前でね、もうちょっとここを何とかしないといけない。自分の今いてる現在地をすごく高く見積もっていたりだとか、全然違う風に自分を捉えてたりとかする方って結構多いんですね。だから私はね、その旧姓とかで、まあ、全部が全部その人を言い表してるわけじゃない。生まれてからいろんなね、経験を積んだりして、その人の性質とかってどんどんね、変化が加えられていってるんだけれども、自分がもともと持ってるかもしれない性質だったり、強みだったり弱みだったりを知ってることによって、そこのね上に自分が経験してきたことを積み上げた今現在のね現在地をしっかり見ることができると思うんですよね。で、結構な割合でその現在地間違えていて、でそうするとその現在地で考えた未来も全然欲しくないような未来設定をしていたり、で未来地はこれがやりたいんだけれども、この現在地が全然間違ってたりっていうことが結構あるんですね。だからぜひね、皆さんには今の現在地を正確に知ってほしいですし、できてない自分っていう自分が決めた未来じゃなくて、できている自分から見た未来設定をね、ぜひ作っていただきたいなって思うんですね。それにはやっぱすごいチャレンジが必要だし、まあ心の葛藤もね、乗り越えていかないといけないんですね。で、意外とね、もう一つね、面白いのは、自分がこうだってすごい思い込んでることがあって、ただのね、思い込みだったりだとか、あとは、こういうふうにしはったらいいんじゃないですかって言ったらね、そんなことしていいんですかとかね、なんかね、自分の中でこうしなければいけないに乗っ取られていて、すごい些細なこととか簡単なことを、そんなんやったらあかんと思ってましたとかっていうことってあるんですね。ただただ知らなくてやってなかったとかっていうこと、本当によくあるんです。だから自分の現在地知るとね、それがね結構解決されたりしますし、もちろんね、またご相談に来ていただけたら嬉しいですけれども、その時にね、結構厳しく言うかもしれないですけど、結構ね、今この段階ですよっていうことをね、私一緒にね、見つけていくんですね。出ないとね、すっごい無駄なことに努力をしてしまって、もう疲れ果てて、もう私何もできませんってなってる人って結構多いので、ぜひね、自分の現在地見誤らないように。で、自分の親とかね、周りの方が結構自分のこと分かってくれてます。客観的に見てるんで、で自分が一番分かってないことが多いんですね。だから素直にね、いろんな人に聞いてみたらいいと思います。私ってね、こうこうこうやと思ってんねんけどって、
うっそ、あんたそんなん絶対ちゃうわって言ってくれると思うので、ぜひね、聞いてみてください。仕事運ですけれども、今年はね、ぜひ、注目度が高い時なので、チャレンジ精神を持って、いろんなことにね、本当に集中して取り組んでいっていただきたいと思います。それがね、しっかりと周りからも評価されますし、信頼も得ていくことができますので、何か一つ決めてね、集中して行動していっていただきたいと思います。で、一つ気をつけないといけないのが、自分の周りの人に対してちょっとした失言なんかが結構大きく取り沙汰されてしまったりするので、周りの方への言動などにはぜひ注意をしてください。では次に、金運ですけれども、今年はね、びっくりするぐらいお金が出ていきそうです。収入はね、普通通りに入ってくるとは思うんですけれども、出ていく方がね、桁違いに多くなりそうです。で、特にですね、ちょっとね、高いものとかに興味がいったりする時でもありますので、大きなお金はね、今年はあんまり動かさないようにしていただきたいと思います。で、先ほどね、自分の現在地を知ることが大事だと言ってたんですけれども、今自分が、いくらぐらい使えるのかっていうことを把握してないと、使えないと思うんですよね。だからそこをしっかりとお金をね、使える範囲っていうのを明らかにして、現在地を明らかにして、そしてね、今年はチャレンジングな年なので、いろんな人に会いに行ったり、交際費お金がかかると思います。で、それを捻出するために他の部分をね、倹約するっていう風にしていただきたいと思います。将来のために自分の成長に関わることに関してはね、投資としてしっかりとお金は投じてもいいと思いますが、浪費無駄遣いね、それは、カットしてっていただきたいと思います。では、健康運ですけれども、今年はですね、周りからの注目が高くなっているので、結構ね、精神的、心のケアね、メンタルケアの部分に気をつけていただきたいなと思うんですね。で、人から見られてると結構プレッシャーもあったりだとか、ストレスもかかってくると思います。ですから、いつもより自分のメンタルについては、その都度ね、リセットしていけるように気をつけてあげていただきたいと思います。何かね、自分の気持ちをこうリフレッシュできるものをね、自分で定期的に取り入れていけるようにするとかね、運動するとか、何かこう趣味の時間を持つとか、そういうね、リセットする時を、スケジューリングしといていただきたいと思います。そして、今年はね、結構思考が優位になる、ものをね、考える、頭が本当にいっぱいになりやすい時なんですね。だからたまにはね、頭の中を空っぽにすることをおすすめしたいと思います。瞑想だとか座禅だとか、そういうことをね、ちょっと取り入れていただくといいかなと思います。私もよくね、瞑想とか座禅とか、させていただいたりするんですけれども、本当に頭がすっきりしますね。で、そんな大げさなことできないよって思われる方がいたら、ただただね、何も考えずにウォーキングするっていうのも一つの瞑想になるんですね。頭の中を空っぽにする、そしてこうね、単純作業をね、していただくと、それが一つの瞑想になりますのでね、ぜひそうやってリセットしていただきたいと思います。そして今年はね、今までね、気づかなかったこと、隠れていたものが明るみに出てくる時なので、体のね、不調だったりとか病気だったりとかっていうことも明るみに出てきやすい時なんですね。だから、先手を取ってですね、できるだけ早めに検診を受けたりして、普段からね、チェックを怠らないようにしておいていただきたいと思います。後からね、ゴテゴテになるとどうしてもね、その後リカバーするの難しくなると思うので、ぜひ先手先手で見ておきましょう。では人間関係、恋愛、結婚関係なんですけれども、今年はですね、いろんな方にぜひ交際範囲を広げて会いに行っていただきたいなというふうに思っているんですけれども、そうやってこう人と会うチャンスもたくさんあるんですね。だからシングルの方とか、結構出会い運っていうのはね、ありそうなんですね。ですが、こう一時的なお付き合いになることが多そうなんですね。だからこう長いスパンで考えるようなお相手ではないかなというふうに思います。そしてね、自分自身の気持ちも熱しやすく冷めやすいっていう傾向がありますので、そこはね、自分で理解した上で人とのお付き合いに参考にしていただきたいと思います。そしてまあ、カップルの方やご夫婦の方なんかは、今までね、普通に平和に過ごしてきていたのに、
なぜかね、過去のことが何か明るみに出たりだとか、今までこれでいいって言ってたのに急にね、実はすごくそれが嫌だったのとかっていうことが、勃発したりとかする時なんですね。だから普段からね、お互いが話をして、自分がそういうことをされたら嫌だとか、こういうことをしたらすごくとても嬉しいとか、そういうことをね、話せるようにしといていただくと、こういう時にあんまり大きなことにつながらないんですね。もうそれが当たり前だというふうにほったらかしにしてるとね、急に大きな火種としてね、爆発しちゃったりするので気をつけていただきたいと思います。そして七赤金星さんは話術は結構ね、上手な方が多いんですね。で、それは、いいことなんですけど、まあちょっとリップサービスで言ったことがなんか嘘をついたとかね、そういうふうに誤解されたりすることもありますので、今年はね、できるだけ、人との関係の中には誠実性を、取り入れていただきたいと思います。はい。ではですね、七赤金星さんの2024年の運気についてお伝えをしてまいりました。今年はね、すごくね、エネルギー度が高い時です。行動力も高い時ですので、ぜひね、活発にいろんなことにチャレンジをしていってください。で、チャレンジすることによっていろんな壁は出てきますが、それを乗り越えることが今年のね、成長ポイントで、人生の中でもとても重要な成長ポイントになっていきます。で、壁が出てきた時には心の葛藤が起きてくると思います。変わりたい自分、変わりたくない自分、そこがね、拮抗すると思いますけれども、しっかりとね、未来からの視点で今自分が何をするべきかということを、視野を広げて、視座を高くして見る癖をつけていただきたいと思います。そしてね、周りから注目度が高い時ですので、ぜひね、ちょっとイメージチェンジをしていただいて、相手から華やかだな、美しいなと思ってもらえるような髪型だったりメイクだったり、そういうことをね、ちょっと、イメチェンしてっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。今年ね、動かないっていうことが、NG 行動になりますね。今年はできるだけ動いてっていただきたいですし、何か物事に、相対するときに真正面からぶつかって、小手先で済ましてしまわない。今まで先延ばしにしていたことなどを葬り去ってしまうんじゃなくって、できるだけ、自分がもうやらないといけないことを先送りにせずに、もうどんどんこなしていくっていうふうにしてっていただきたいと思います。結構ね、大変かもしれませんけれども、今年、力がある時です。こういう時にぜひね、前に前に進める力を発揮してっていただきたいと思います。また壁にぶつかった時はね、コメント欄とかで何かご相談いただければと思います。はい、ではですね、今日は、七赤金星さんの2024年の運気についてお伝えいたしました。明日は八白土星さんの運気についてお伝えしたいと思います。では、よろしければ、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、さようなら。